こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回はサンタホムラでちょっとガチ育成をしてみましょう。ホムラ、大谷、東条、ヤミちゃん、グネちゃんで筋力最強ですね。いやーでもさすがに大谷入ってきて筋力最強は鏡ではなくなったかもしれません。大谷がちょっとバランス的にも最強かなと思います。で、招き猫とお守り持ってきてます。行きましょう。からでいいか。で、得意練習のダブルが3つ組める形になっているので、経験点バランスは大きく伸ばしていくことができるんじゃないかなと思っていたりします。鏡どうしようかな。拾ってく。はい、まあいいでしょう。結構やっぱ佐伯が入ってきたらメンタルと打撃走塁結構いい形になるんじゃないかなとは思ってはいます。クネちゃんいないかな。いるわ。3人体力出るんですけど、まあいいでしょう。はい、オッケー。てか、これ、招き猫なくても行くかもな、この構成なら。で、清掃していきます。休みでいいですね。はい。レベル3だとスルーしちゃうんだよね。まあ、行くかな。か、やっぱり拾っていくのかって感じですね。金徳はこのデッキだと、まあ、2つ狙いになるのかな。うん、鏡行こう。早急みやびが走りましたね。まあ、2つ取れれば十分っていう感じです。2個いけるかどうかすらちょっと怪しいと思います。で、体力マックス。うん、ホムちゃん行く。体当たり大谷の方がこっちの価値高いか。クネちゃん行ってもいいですけどね。まあ多分余裕あるでしょ。初球ナイス。で、レベツクネちゃんでいいですね。で、6人か8人残せば多分いけるから、これは普通に。海。うん、これ多分いらないな、招き猫は。メンタルみやびでいいでしょう。もう鏡がタック組めるんじゃない。うん、これは守備いきましょうか。で、結構余裕あるので調査していっていい。タックが大事なのですぐにチームメイトですね。精神いっちゃってもいいけど、まあ休みましょうか。 OK。 これさあ、いつも技術を取るんですけど、ちょっと特攻してた時はなんか別のやつを取ってもいいかもしれませんね。で、別のやつを取るとすると、何を取んなきゃいけないのかなというのがあるんですが、クネちゃんはあんまり慣れてはいないので、
どっちにしようかな。体力かなにしようかな。いや、印象60、体力80。やる気が下がるのか。うん、精神取っておきます。うん、これイベント行くな。めっちゃ軽いよ、多分。素晴らしいですね。で、これはホムラーのコツも出ているし、こっちでいいでしょう。体当たりと、ムード。体当たり。で、さすがにこれ、生物出ないかな。まあ、次で出せばいいか。うん、地域イベントですね。チャンス。イブシギン、OK。モテろ。うん、まあいいでしょ、モテモテは。で、多分これをクリアできれば出るはずです。レベル1って精神しかないな。これちょっと出しておきたいので、これはエピック踏みましょうか。じゃないとやることなくなっちゃうわ。うん、まあまあじゃないですか。もうみんなアタックも踏めるし。で、状況を見て守備と筋力どっちをレベルアップさせるかは、まあ様子を見るかなっていう感じですね。まあ守備だろうね。レベ2。レベ2か。スキップしていきたいね。でも、するほどでもないのか。強い。2ターンで終わるし、いっていいね。ホムラまだなんだ。ホムラちょっと行かせたいね。走塁も結構伸びるでしょう。あとイベは行くやろ、さすがに告白。で、クネちゃん行きます。ちょ、待って。おお、大丈夫か。評価下がってびっくりしたわ。これ拾っていく？まあ、コツもあるしね。安コツいきますか。意外性一応もらってんのか。あー違う。盗塁アシスト。はい。ラッキーボーイですね。これレベル上がるでしょ、走塁。多分。アベレージヒッターをもらおうかなって思います。ここはアベヒじゃない？怪我でもいいけど、先に上がって。ちょっと難しいな。阿部比がいいかな。筋力足りてないかな。いいや、手伝い。肩練習アップ。僕意外性取っちゃったな、もしかして。取ってない、よかった。で、一回休んでエピック行けばいいですね。よし、さすがに来るでしょ。うん。やめちゃえば。
モテモテついてない、ついてるか、お守りか。よし、とりあえずまずは金属1位。うん、これ楽々いくな。これはちょっとまだ育てたいかな。打撃じゃなくていいね。うん、走塁育てる。よし、森。うわぁ、めった打ちか。ホムラコツですか。いやー、育ててガンガン回していく感じでしょ。あとタックしてエピック出さないとちょっとなかなか進まなそうな感じですね。そこは気をつけていきましょう。やっぱ守備だね、これ様子見ると。エピック結構出てるな。守備で処理していく。このやる気ゲージのやつはタックするとすごい増えるんでね。そうしよう。あとは清掃もしておきたいかな。あー、そっか、体力減るのか。これがちょっと痛いっすね。ただここはホムラでいくらでもカバー可能です。で、これやっとかんとダメか。鏡空也、ここはちょっとリスキーですね。リスク高いっすね。うん、コツはラッキーボーイぐらいか。で、ガツガツ回していけるようにしていきたいですね。ペイト行きましょう。てか今行かなかったら正月危なかったな。お、ちょ、やばいんじゃない？正月怪しいな、これ。来ないかも。来なさそうな感じの評価だった。うわー、だよね。今、確かに来なさそうな感じだったもんね。そうか。おう、矢部くんがカバーしてくれましたね。クレちゃん、ちょっと使いにくいのかな、じゃあ。うん、お守りでこれなんでね。もうちょっと意識してあげなきゃいけなかったのは確かなんですけど。わ、強え。これはこっちでいいかな、さすがに。うん、みやび完走ですね。そうか、くねちゃんはひたすらにくねちゃんの評価を上がるような選択肢を掴んでいかないと結構厳しそうですね。打撃でエピック。エピック今言っても出ないでしょ。なので、これはもう回していきましょう、それで。タックで2個回収してもいいけど。クネちゃんでデートして一旦やり過ごしてって感じでいいですね。で、体力も、まあ、ちょうどでしょう。次誰か消費しなきゃ。うん、回復したっていうか。やめて。いやー。うん、ここは鏡でいいですね。早急逆境か。結構ポイントあるな。大凶の割に、大凶じゃねえや。
正月ぼっちで過ごした割にはまあまあ入ってますね、ポイントが。で、気をつけなきゃいけないのは守備上げなきゃいけないんだよ。上限突破連れてきてるんで。で、パワー非広角、広角がいいな、できたら。うわあ、それいらん。しかもくれねえし。うん、まあまあ出てますね。ただイベントが結構終わりに近づいているので、いろいろなんとも言えんすね。メンタルいくか。いやー、逆境か。もっとするべきことがあるよ、鏡。うん、守備タックいいかな、これ言っちゃって。あんまし、まあ行くしかないか。3いって4かな。3いって2、4、6か。うん、これちょっと2個怪しいっすね、金徳。うん、これは踏んでいきます。で、踏んでっていいんだけど、コツとかは関係ないね。ちょっとやる気を早く戻したいっすね。おーほい、マジか。さすがに、聖杯行きながらきついぞ。これは、これは欲しかった。やめてー。ちょっとやる気がなさすぎてやばい。うん、うまい感じで、エンタクルスの秘密系が来る前にこれ踏めたので、レベルアップが全体的にできますね。それはうまいんだよね。うん、聖杯は取れるかもしれない。ただ問題は、金徳が2個以上いけない可能性がある。で、さっき体力消費したから、クネちゃん多分体力次回復するよね。評価怪しいな。結構シビアっすね。あとはモードみたいなメンタルキャラが今回連れてきてないので、体力の回復がなかなか維持が難しいですね。うん、スキップして回しちゃいたいな。でも問題なのは、あと1ターンでレベルアップするっていう。だから回してももったいないことにはなっちゃうんですよね。して、何もないぞっていうか。エピックない。よし、やっとやる気戻ってきたわ。うん、これはもうバンバン拾っていく感じですね、こっからは。やめてー、もう。もうやめてー。2個いけるわ、レベル3、すげえ。お願いだから、あれして、誰か回復して。
280入りすぎ。うん、シャッフルいいっすね。これでエピック近づいたでしょ。で、筋力取りたいですけど、やっぱり走力がな、筋力割と入るしね。で、バントと、追い打ち？うん、これ結構余裕だな、敏捷系。技術精神ですね、多分。うわー、いい、それ。これ、サボり癖やばいなー。でんだ。これ、サボり癖の猛威あるぞ。帳尻合わせ。よし、これでいけば金徳出るけど、ちょっと今の1ターンが大きかったっすね。クネちゃんここか。道草する？なんか道草してもいいんじゃないかな。頼む。 OK。 代打。ちょっと監督評価は気にしたいですね。あとパワー系のコツは来ていないので、パワー非降格とかね、ちょっと気をつけたいっすね。処理ちょっときついかな。生物あと1回出さないとダメだよね。金徳これで出るんだっけか。やっぱ一人だとかなりきついっすね、円卓のキャラが。今3つか、あと1個だね。で、あと3ターン、ギリギリ出せないこともないって感じか。ホムラ行きましょう。固め打ち内野安打、イブシギン。チャンスが最も欲しい。イブシギン取ったよね、僕。ここはホムラ行きます。で、体力回復しながらエピック待ちたいんだよね、これは。3人で残り2ターン。これいってもいいのかな。大丈夫だね。でここで待ちでしょう。結構眉毛詰まってんな。こういうの行きたいですけどね。割と筋力きついな、これ。パワー費もらえなかった。これで一撃で出ればチャンスあるのかな。筋力にしますか？
出るかな。筋力ですか。お願い。100ヘッドください。うわー、聖杯。んー、ちょっともう厳しいですね。聖杯がギリ間に合うぐらいだね。で、レベル1。これはもう普通に回していきましょう。サボり癖なかったらいけたかもなぁ、と一旦。で、がっつり回して拾っていきたいですね。ガッツガッツ回していいと思う。おお、広角だほう。体力回復ないか。で、町の清掃間に合いません。うん、ここ行ってって感じですね。走塁が光ればかなりうまい感じです。ありかか。じゃあまだ取れないんだね。それ、うわー、それ欲しかった。うん、コア筋力いきましょうか。あそこまとめて取れたらでかかったっすね。どれぐらいいけるかな、これで。めっちゃ行きたい。さすがに怪我ですね。かなり。さあ、どんなもんでしょう。まあ、敏捷過剰は間違いないですね。そうですね、やっぱ2人いないとかなりきついかもしれないですね。金徳を2個以上引き出すのは。まあ3つ行くんなら3人はいるかなっていう感じですね。生物がなかなかうまく出ないですね。で、生物はシナリオ、あの清掃とかを含め2個クリアをすると出てくるみたいなんで、ただ、シナリオキャラを入れていると、生物が必ず一発目確定で来るので、全員連れていけば最高4、いきなり確定する感じですね。そうすると多分3つ取れるのかなっていう感じのイメージで間違いないと思います。なんで、それを考えると結構モードを入れてっていう感じなのかな。チャンスが欲しいぞ。おーおい、それだったらほんといらなかった。難しいっすね。どうしよっかな。筋力、大丈夫な気がするけど。こっちの方がうまいか、相対的に。うん。やっぱ精神のキャラっているのかな。うん、いるのかなって気にもちょっとなりますね、やっぱ。第9打ちました。痛
円卓リードで迎える3回です。先ほどホームランを放った渡部、投げた、これはいい当たりだ、いったー、勝円卓リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている渡部、打ったこれは強烈、ナイス、入った入った、円卓リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている渡部、膝元外れてボール、さあ次の投球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、打った、これは強烈、うん、このデッキなら正直厳選でいいかもしれないですね。全然いけるような気がするな。ミヤ B、 さよなら男、早くください。守備職人、それ取るの辛いんだよな正直ってやつですね。なんでひとまずはまず金徳の方からいきたいと思います。バッターは渡部、第9投げました、打ちました、痛烈、入る、センター、やっぱあとは馬の円卓ルースを一つ先に進めるやつが来るとだいぶ変わりますね。あれが序盤で来ないで話がだいぶ変わるんじゃないかなと思います。さすがにこの二人でもオンサイじゃきついか、一発逆転を回るからな筋力。うん、大谷行きましょう。広角打法一応掴んでるけどね、ちょっとだけ。もううまい。最後、パー引くれたら嬉しいな。うん、筋肉足んねえやっぱ。サンタのホームランは普通にありだと思います。ちょっと敏捷が余るので、やっぱり総力上限突破キャラとかが、まあ、最近がおそらくついてるって話ですけど、そこが入ってくるとかなり変わるんじゃないかなと思います。うん、ジョブラ待ちなんで、佐伯待ちか。厳選してもいいんじゃないかなこれ。うん、クネだけちょっときついっすけど、骸骨取れないがきついね。いいんじゃないですか、ホムちゃんチャンス狙い。さすがにくれって、結構踏んでるって。 OK、うん、もう多分金徳は取ったよね全部。はい、嘘つきました。終わってからでいいでしょう。お待たせ、ワンアウトランナー一塁という場面で渡部、ボール、第2球、打った、いい当たりだ、ヒット、ボールはセカンドへ、渡部ツーベースヒットを放ちました。0対0で迎える3回です。先ほどツーベースを放っている渡部、ストライク、まずは1球見ます、シルバレ、第2球投げた、絶対ツーベースの当たり、これは
おお、抜けましたね。そうか、バギーついてないのか。あんま飛ばないっすね。今日2本のヒットを放っている渡部。投げた。打った。初球打ち。フェンス直撃。ボールはセカンドへ。渡部ツーベース。円卓。円卓リードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面。これは入るんじゃない？入んねえか。タミヤ3塁です。オッケー。なんとか勝てましたね。聖杯失敗、金徳失敗か。うん、1じゃきついのかな。ほんとカツカツでしたもんね。すごいわ、このエピローグの暴力。うん、9500か。しかもこれ嫌な感じに偏ってるね。嫌な感じに偏ってるね。筋力足りてるか？あ、足りてるわ一応。うん、重くそつらい。うん、なんかいびつな形になっちゃいましたね。そうか、こんな感じになるのか。2とも B だな。うん、技術スネーが足りない。粘り打ち取るか。技術筋力、まあ大体全部足んないね。そうですね、42落とすからな。守備触れないですしね、もう。筋力か、もうなんかこれ落とした方が伸びるんじゃないのぐらいまである。これ落とした方が伸びるんじゃないのぐらいまである。うん、これでもう70ですもんね。これが伸びるんじゃないか。何のために連れてったんでしょうね、クレちゃんってなっちゃうな、本当に。あ、これのが伸びるわ、多分。うん、クレちゃん何しに来たんだ、本当に。はい、こんなもんですね。はい、もうちょっとできることあると思います。うん、いろいろと試行錯誤ですね。はい。うん、まあ単にホームラン入れたから練習レベル増えて回せるようにしやすくなりましたよっていうことも一理ありですけど、まあ経験点のバランスがやっぱ敏捷に偏る。特に今回は鏡を入れたので、まあ偏ってしまったかなと。まあ、この辺を解消するには、また別のデッキを模索していく必要があるかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。